こんにちは。今回は水道水源林で働く時の現場の服装や仕事道具をご紹介したいと思います。ご覧の通り、水道水源林は山の中ですので、街中を歩くような格好では危ないんですね。それでは早速お願いします。はい。はい、こちらが私たちが現場で働く時の格好になります。仕事の内容にもよるんですけれども、だいたいこのような格好で現場に来ます。はい、ありがとうございます。早速ご紹介していきましょう。まずはやはり顔の周りを覆っている黒いネットが目立ちますかね。こちら舞踊用系ネットと言います。山の中には舞踊といって、顔を少し小さくしたような、刺されるとすごい痒い虫がいるんですね。舞踊から顔を守るためにこのネットをつけています。また顔以外も刺されては困りますので、ご覧の通り夏でも長袖、長ズボン、足袋に革手袋といった、できるだけ肌を出さない格好で働いています。それでは次に行きましょうか。続きまして、ではその腰に下げている道具をお願いします。じゃーん、刃物が出てきました。ナタと言います。森の中は常に道があるとは限りません。藪の中を歩くこともあります。そんな時はこのナタで草を刈り払うんですね。はい、では次に行きましょう。今チリーンと音がしましたね。こちらがクマ鈴と言います。クマよけの鈴ですね。皆さん、山の中でクマに会いたくないですよね。実はクマも人に会いたくないと思ってるんです。ですのでクマ鈴で音を出して、人間がここにいるぞと教えてあげれば、クマから逃げていってくれます。皆さんも水道水源林にお越しの際は、このクマ鈴忘れずにお願いします。それではもう一つ道具をご紹介しましょう。ではサイドバッグの中をお願いします。目が小さな道具が出てきましたね。こちらポイズンリムーバーと言います。虫に刺された時、毒を吸い出す道具なんです。ちょっと試してみましょうか。まず虫に刺された場所にこの道具を当てます。そしてレバーを引くと、はい、毒を吸い出すことができます。これを毒が出るまで何度か繰り返します。今回はこれで外してしまいましょう。はい、ちょっとやっただけですが、このように皮膚が赤くなっていますね。こうやって吸い出すことで毒を取ることができるんです。ポイズンリムーバーは蚊に刺されでも効きますので、ご興味のある方は購入されて試してみてはいかがでしょうか。以上、道具紹介でした。